それでは高橋美穂君。北海道選出、日本維新の会の高橋美穂でございます。災害対策基本法等の一部を改正する法律案に関しまして、日本維新の会を代表いたしまして質問いたします。私は18年前、勉学のため神戸に住んでおり、阪神・淡路大震災に遭遇いたしました。その時の恐ろしかった思いは今も消えることはございません。揺れた時、机の下に潜ろうとしましたが、あまりにも大きな揺れのため姿勢を維持できず吹っ飛ばされ気を失っておりました。しばらくして気がつき、外に出てみますと、左隣の家は1階が潰れ、右隣の家は道路にはみ出し、近くを走る鉄道は橋桁が垂れ下がっておりました。加えて近隣で出火しておりましたが、その火を消す消防車は来ず、火は自然鎮火に任せるしかありませんでした。震災時、私は多くのことを感じました。まず第一は、地震が起きた時に小学校などで叩き込まれた地震が起きたらどうすべきかということは、大人になってもかなり役に立つことが多いということでした。机の下にすぐ潜ろうとしたのはその表れだと思っております。第二に感じたのは、大震災のような未曾有の災害の時には通常行われるであろうと思っていること、すなわち火事が起これば消防車が来るというような常識は通らないということでした。したがって今では想定外のことが起こるのが常識だと考えるようになっております。第三に、命を守るには最低限耐震性のある住居に住むべきであること。第四に、家が倒壊してしまったような場合は食料を取り出すことはできないので、備蓄などの事情にはある程度限界があり、交通網などを一刻も早く復旧させ、他からの物資の供給等が必要であるということです。東日本大震災では地震に加えて津波の影響がありましたので、私が感じたこと以上に考えなければならないことは多いかと思いますが、大事なのは経験と想像力をフルに働かせた事前の対策を取っておくこと、そしてあとは臨機応変に現場の判断を尊重してことに当たることだと考えております。このような観点から今回の法改正を検討しますと、現時点で考えうることはかなり網羅されているのではないかという印象を受けました。しかし、いくつかの点では物足りない点があります。そこで以下質問をしていきたいと思います。まず本改正では、国や市町村など各主体の役割の明確を図りながら、平素からの防災への取り組みの強化を提唱しております。平素からの防災への取り組みは大変大事な点であり、法案の73項で、住民は基本理念にのっとり、食料、飲料水、その他の生活必需品物資の備蓄、その他の自ら災害に備えることのための手段を講ずることなどに努めなければならないとされていることは、もっともではありますが、先ほど述べましたように、家が倒壊したり、流されたりした場合を考えますと、個人で物資を保管していても、一定限界がございます。とするならば、国や地方公共団体などで必要数を確保するか、そうでなければ民間事業者などと協定を締結し、必要数を確保する必要があるかと思います。今回の法案では、49条の3によって、災害予防責任者は物資供給事業者との協定締結など、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされていますが、では現在、これらの協定などはどのくらい結ばれているのでしょうか。それは一定の必要量を賄う程度のものなのでしょうか。これら協定の締結は
かなり以前から存在がクローズアップされておりますが、もしあまり協定の締結等が済んでいない、済みそうではない場合は、その理由はどこにあり、どう改善していけばいいのか考えられていらっしゃるのでしょうか。お答えください。さらに5条の3で、国及び地方公共団体は、ボランティアとの連携に努めなければならないとされております。では現在、どれほどのボランティアと協定などが結ばれているのか、把握されていらっしゃるでしょうか。これら連携によって、どのくらいの人数のボランティアを動員できる見込みなのでしょうか。さらにはボランティアの意見などを取り入れる仕組みなどができているのか、お尋ねいたします。震災時、心温まるものとして、海外からのボランティアや海外政府の災害救助として来ていただける人たちの存在があるかと思います。よく災害救助犬などが話題になりますが、実際には援助を断ったり断られたりすることも多いと聞いております。そこで海外からのボランティアなどの受け入れの可否の判断や、個別具体例的にどこに入ってもらい、どのような活動をしていただくのかの判断などについて、一元化して分かりやすく迅速化させる必要があると思いますが、いかがお考えでしょうか。次に、本法案では、市町村長は、高齢者、障害者などの災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿を作成し、原則として本人からの同意を得れば、消防機関や民生委員等の関係者に対して、必要な限度であらかじめ情報提供するものとされています。私は高齢者や障害者など避難が困難とされる方たちの名簿を作り、それをもとに避難確認をすることは大事なことだと思っております。ただ、避難行動要支援者名簿を作っただけではあまり意味をなさず、これらの方たちを実際にどう避難されるのかの方がもっと重要だと考えます。ですから、名簿を作って名簿に記載された要支援者をどのように支援していくことが可能と考えているのか、どのような体制を取っていく予定なのかお答えください。次に、市町村長の名簿提供に際しては、名簿情報の提供を受ける者に対して、名簿情報の漏洩の防止のために必要な措置を講ずることを求めることができると規定されておりますが、これは実際にはどのような措置を予定しているのでしょうか。漏洩されると個人のプライバシーの観点から問題がある上に、名簿が悪用されるなど問題点が多いと考えますのでお尋ねいたします。次に、今回の改正では、国民に対して生活必需品を身なりに購入しないよう求めるなど、協力を要請できるとされています。しかし、東日本大震災においても、政府が呼びかけたにもかかわらず、買い占めなどはなくなりませんでした。災害は物流網を寸断させ、停電や断水を生じさせるなど、普通に暮らしていた日常生活を一変させてしまうものです。今まで自由に買えたものが突然買うことができなくなる。明日買おうと思っていたものが突然買うことができなくなる。当然、誰もが不安に思われるかと思います。子供を持つ親や孫を預かった祖父母などは、自分は我慢できるけれども、この子だけはと思うでしょう。また、経済的理由などで備蓄できなかった家庭は、より焦りが高まり、買い占めに走ってもらうしまうのは無理のないことかもしれません。とするならば、被災地で必要とされている物資を確保するためには、買い占めなどをしないように要請するだけでは実効性が薄いのではないかと考えます。その点いかがお考えでしょうか。私は、物を欲しいと考える人たちに協力を求めるのではなく、これら物資を生産あるいは販売する事業者に対して、売り惜しみをしないように指導したり、協力を義務付ける方が現実的ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。次に、今回の法案では、災害緊急事態布告の要件に、国の経済の秩序を維持し、その他、当該災害に関わる重要な課題に対応するため、特別の必要があると認めるときとが追加されるとのことですが、これはどういった趣旨でしょうか。布告がなされたときには、対処基本方針が作成されますが、それは強奪や暴能などが生じた場合などを想定されているのでしょうか。そうでありましたら、そのような場合に具体的にはどのような対処を検討させるのかお尋ねいたします。今回の法律案では、
市町村長は学校などの一定期間滞在するための避難所と区別して、安全性などの一定の基準を満たす施設または場所を緊急時の避難場所としてあらかじめ指定することとされています。確かに緊急避難的に滞在する場所と一定期間滞在するための避難場所を区別することは必要はあると思います。ただ多くの避難所の方は一時的にでも一つのところに避難するとそこから動きたくない、動くなら自宅へ戻る時だと考えている方も多いかと思います。ですから指定緊急避難場所から長期にわたって居住空間を提供する避難場所へスムーズに移転してもらうためには事前の周知など行わなければならないことが多いかと思います。その点どう考えか、移転を嫌がる避難者の方たちがいらっしゃった場合の対応などどうされるのかお尋ねいたします。この緊急避難場所に指定された場所が民間人の所有だった場合、かなり問題が生じる可能性があるかと思います。例えばビルに一時的に避難することを認めたとしても天井が崩落して避難された方が怪我をするなど避難者の滞在中に問題が生じた場合、民間人がすべて責任を取らなければならないとしたならば、ビルなどを提供するのを躊躇してしまうかとも思われます。その点につきまして、どのような仕組みを考えているのかお答えください。次に避難場所について質問いたします。よく災害の時に体育館にシートを引いて簡単な間仕切りでごろ寝をしている姿がテレビなどで放映されます。 2,3 日ならそれでもいいんですが、それが例えば1週間以上になったらストレスがかなりたまるかと思います。できたら旅館などにすぐに避難する環境を作れないのでしょうか。予算の問題があるかと思いますが、体育館での避難生活はご高齢者や女性にはかなり辛い環境であることからお尋ねいたします。次に、災害で直接亡くなった方以外にも震災と関連して体調を壊され亡くなったり病気になったりする方が大変多くいらっしゃいます。東日本大震災でも震災関連死とされた方は24年9月30日現在で全国で2303人いらっしゃいました。避難所などにおける生活の肉体精神的疲労や避難所などへの移動中の肉体精神的疲労などが原因とされているようです。生活環境の整備という観点では本法案の86条の6で災害応急対策責任者は災害が発生したときには法令または防災計画の定めるところにより遅滞なく避難所を供与するとともに、当該避難所に関わる必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食料、医療、医療品その他の生活関連物資の配布及び保健医療サービスの提供、その他避難所に滞在する避難者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならないという条文と、86条の7で避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮という条文があるだけです。この点は福祉の問題であるとも言えますが、震災関連死を防ぐような手立てを取るために災害応急対策責任者がもっとなすべきことがあるのではないと考えますが、いかがでしょうか。最後に、災害はいかに対策を立てても予想を超えて起こるものであると考えます。とはいうものの、少しでも避難を少なくするためには今までの経験を生かした上でできる限りの想像力を働かせて、もしもの場合の対策を取っていく必要があるかと思います。そしてできる限りの策を立てた上で現場での判断を尊重していくのがベストの方法だと考えます。現場にいる人たちが法律の壁によって現実な対応ができずに苦労することがないよう、臨機応変に活動できるように制度の仕組みを考えていかねばならないと思っております。以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。国務大臣、古谷圭司君。高橋議員にお答えをいたします。
まず民間事業者との協定についてのお尋ねであります。東日本大震災をはじめ近年の災害時において物資運送災害復旧等の分野で民間事業者と行政の間で締結した協定は重要な役割を果たしています。これを踏まえ今回の改正でも行政と民間事業者との協定締結の促進について規定を置いたところであります。地方公共団体と民間事業者等のとの協定の締結状況について申し上げれば、例えば物資に関する協定は平成24年1月現在で全ての都道府県が締結をしているほか1309市町村でも締結をしており、件数的にはかなり取り組みが進んでいると思われます。一方で相手方の民間事業者やその協定の内容等については十分に把握ができていないところもあり、今後これらの協定の内容について分析を行い、それを踏まえ実効ある協定の締結の促進に取り組んでまいります。次に行政とボランティアとの連携についてのお尋ねであります。東日本大震災をはじめとする各災害時においてはボランティアの方々が行政と連携をしてさまざまな活動を行うなど大変重要な役割を果たされました。今後発生が懸念される大規模広域災害についてもこのようなボランティアの方々の協力が必要不可欠であると認識をしています。行政とボランティアによる協定についてその数は把握はできておりませんが、地方公共団体が策定する地域防災計画においてボランティアとの連携協力について規定している例が数多く見られるところであります。またボランティアは自発的な活動であるためその参加者数について予測することは困難ですが、例えば平成23年社会生活基本調査によれば平成23年に災害ボランティア活動に参加した者は約432万人と推計をされております。さらに政府においてはこのようなボランティア活動の環境の整備についてボランティア、有識者、行政等の関係者が意見交換を行う災害ボランティア活動検討会を毎年開催をし、活動についての課題や解決策について検討を行っています。今後とも行政とボランティアとが連携し、災害対策が効果的に実施されるよう取り組んでまいります。海外からのボランティア等の受け入れについてのお尋ねであります。海外からの支援の受け入れに関し、外国政府によるものについては、緊急災害対策本部が中心となって、受け入れ判断や受け入れ後の円滑な活動のための調整を関係省庁と行うこととなっています。一方、海外からの NGO やボランティアの受け入れについては、東日本大災害時には明確な受け入れ窓口がなかったことや、自己完結型での活動が望まれること、被災地のニーズとボランティア側とのマッチングが難しいなどの様々な課題があったと指摘されているところであります。今後、海外からのボランティア等の受け入れにあたっての課題を整理し、そのあり方について検討してまいる所存であります。次に、名簿に搭載された要支援者に対する避難支援についてのお尋ねであります。市町村が作成した名簿に掲載をされた要支援者の方々については、災害時の避難支援が迅速かつ円滑に行われるよう本人の同意を得て、あらかじめ市町村から消防団や民生委員といった地域の避難支援者に名簿情報を提供することとしております。これを受け、避難支援者は名簿に掲載された要支援者と個別的に面談を行い、災害時に必要な避難支援の内容や避難経路等を事前に確認しながら、一人一人の要支援者について具体的な避難支援計画の作成を行うこととなります。またこうして作成した個別の避難支援計画に基づき、災害の発生に備え、要支援者とその避難支援者が日頃から避難訓練等を十分に行っていくことにより、実際に災害が発生した場合にも実効性のある避難支援が実施できる体制が構築されるものと考えております。このような取り組みについては、国において今後見直しを予定をしている災害時要援護者の避難支援ガイドラインの中でも具体的に示し、関係者に対し十分な周知を行ってまいります。
次に、名簿情報の漏洩防止のための措置についてのお尋ねです。名簿情報の漏洩防止は、要支援者のプライバシーを保護するとともに、名簿を活用した避難支援そのものに対する信頼性を確保し、要支援者と地域の避難支援者との共同を円滑なものにする上でも極めて重要であります。このため、市町村長は名簿の提供先に対し、名簿情報の漏洩防止に関して、具体的な措置を講じるよう求めることとしており、この際に想定される措置の内容として、例えば、施錠可能な場所への名簿の保管を徹底をすること、受け取った名簿を必要以上に複製することを禁止すること、名簿提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で名簿を取り扱うものを適切に限定することなどが考えられます。次に物資の確保についてのお尋ねであります。東日本大震災においても食料品や日用品の不足は一部で生じており、今後南海トラフや首都直下地震などの大規模災害が発生した場合には深刻な物資不足が起こる恐れがあります。このような事態において国民に対して買い占めの自粛を要請することは全国規模での経済的社会的混乱を最小限に抑えるのみならず、被災地に必要な物資を確保することにも資するものであると考えております。このほか被災地に必要な物資を確保するためには、今回の改正で災害対策基本法に規定を置いた災害時協定に基づく民間事業者からの物資の提供や災害対策基本法に基づく生活必需物資の配給の緊急政令、生活関連物資等の買い占め及び売り惜しみに対する緊急措置に関する法律、いわゆる売り惜しみ防止法に基づく物資の売り渡しの指示、命令の措置などの仕組みもあるところであります。これらの仕組みを適切に活用して、被災地で必要とされている物資が適切に確保されるよう努めてまいります。災害緊急事態の布告についてのお尋ねがありました。災害緊急事態の布告の要件については、今回の改正において、従来の災害緊急対策の推進に加え、経済統制を念頭において、国の経済の秩序の維持を確認的に規定するとともに、あらかじめ想定することが困難な重要課題にも対応する観点から、その他当該災害に関わる重要な課題の対応も規定したところであります。また、被災地における治安の維持については、状況によってはその基本的な考え方について、対処基本方針に定めることも考えられますが、具体的な対処については、刑法や警察法等の規定に基づいて関係機関において適切に行われるものと考えております。次に避難所への移転を円滑に行うために必要となる対応についてのお尋ねであります。緊急時の避難場所については、緊急の避難時における住民等の安全を確保する観点から、例えば高台にある公園や広場といった場所を含め、指定緊急避難場所として指定することとしております。一方、被害者が一定期間避難生活を送る場としての避難所については、円滑な救援活動を実施し、また一定の生活環境を確保する観点から、学校や公民館などの公共施設等を指定避難場所として指定することといたしております。住民等の避難所への移転が円滑に行われるためには、住民等に対して緊急時の避難場所と避難所のそれぞれの役割についての周知徹底を図ることが重要であります。このため、市町村を通じて住民に対して制度の趣旨の徹底と、これに合わせて緊急時の避難場所や避難所の所在地等の情報の周知について十分に取り組んでまいります。次に、民間人所有の指定緊急避難場所における避難者の滞在中の事故に関わる当該民間人の責任に関するお尋ねがありました。民間人所有の指定緊急避難場所において避難者の滞在中に事故が生じた場合、ケースによっては当該施設提供者にも事故の責任が生じることも考えられます。一方で市町村
庁が民間人所有の施設を指定緊急避難場所として指定する場合には、当該施設を管理する者の同意を得ることが必要とされています。当該同意を得る際に、あらかじめ市町村と施設提供者と協議を行い、避難者の滞在中の事故に関しての責任関係を明確に定めておくことが、同意手続きの円滑化のために重要であると考えております。このために、市町村と施設提供者との間の責任関係を定めた協定の事例を市町村に紹介するなどにより、民間人所有の施設についても有効な活用が図られるよう取り組んでまいります。旅館など一定の生活環境が確保された避難所の確保についてのお尋ねがございました。災害が発生した場合には、その規模によっては避難生活が長期に及ぶことも考えられ、特に要介護高齢者、障害者、乳幼児を含む世帯といった配慮を要する方々に対して、個室を確保することなどができる旅館等を有効活用することが重要であると考えております。このため内閣府においては、平成24年度避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会の報告書において、旅館やホテル等の宿泊施設を発災時に避難場所として使用すべきことなどが指摘されているところであります。今後、これを踏まえて避難所における良好な生活環境に関する指針を市町村に示し、要介護、高齢者、障害者、乳幼児を含む世帯なども安心して滞在できるよう、旅館等の活用を含め、避難所の生活環境の確保にしっかりと取り組んでまいります。最後に災害関連死の防止についてのお尋ねがありました。避難生活が長期にわたる場合は、生活環境の変化による被災者の心身の機能の低下、生活習慣病などの疾患の発症や悪化等の課題が生じます。それらの課題に対し、災害関連死を防ぐ方策については、平成24年度の避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会の報告書において、避難所の衛生環境の改善を図ること、被災者の保健、医療ニーズの把握、被災者の体調の変化の気づき等が行えるように体制を構築しておくこと、被災者の体調の変化については、保健師等専門職が健康管理を実施すること、常時の治療等が必要となったものについては、速やかに病院等の入院手続きを取ること等とされているところであります。今後、これらを踏まえ、避難所における良好な生活環境の確保のための取り組み指針を策定し、災害関連死を防ぐための取り組みの強化をしてまいります。